崩落した水管橋で一体何が起きていたのか今朝橋をドローンで撮影してみると橋のアーチ部分と送水管をつなぐ釣り材の間に隙間があり向こうの景色が透けて見えます和歌山市が昨日発表した通りアーチの釣り材4本は映像でも腐食し破断していることが分かりました土木工学の専門家はこの破断について 雨水とか塩分とか鳥の糞とかそういうところがこう溜まりやすい場所のところで塗装がはげて徐々に交換の部分をどん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 腐食して破断に至ったのかなと思う釣り材の劣化による破断そういったものがいくつも生じてあのタイミングでもう耐えきれなくなって落ちたという可能性は十分考えられるのかなと。 水は紀の川の南側にある加納浄水場から、無粗多水環境を通って北側の地域に送られています。なぜ命綱はこの一本だけだったのでしょうか。市は12年前、送水ルートの複線化方針を提示、2本目の水道管を整備していく構えでしたが、その後、具体的な作業は進みません。 3年前、市議会でこのリスクを指摘した市議に話を聞くと。彼女水上の絡みもありまして、また予算の関係もあります、それでまあ私たちとしては、北部に住んでるものとしてはやはり一本ではちょっと心もとないということで、もっともっと市に対して、議会としても言うべきことを言っとけばよかったかなとは思っております。 戦化が進まないのは老朽化対策に注力せざるを得なかったから去年1月に地中の水道管が老朽化で漏水市では既存の水道管の回収が優先されていましたその上唯一の命綱水管橋の点検について市長もその甘さを認めています 先月27日、和歌山市は月に一度の定例点検を行いましたが、それは隣の橋の歩道から目視で行うというもので、双眼鏡なども使われていませんでした先月の点検で、腐食の進行や破断は確認されなかったということですが、そもそもこの時は水漏れのチェックが目的でした。 5月には国交省の担当者が立ち会う検査もありましたが、上部校の施設状況といった項目があるものの、当時は腐食ありと一言のみ、命綱が1本というリスクを認識しながら、橋そのものが落ちるという危機意識はあったのでしょうか。 今回、水管橋ということで、ちょっとこう、甘くなってたんじゃないかなと思います。人が通るような道路橋に準じたような形で点検,点検していく必要があるんじゃないかなというふうに思います。